世界のジャパンチャンネルへようこそ。タイのタクシーが乗車拒否することは、タイ社会の数ある問題の一つです。乗車拒否の理由としては、ドライバーの自宅から遠い、近すぎてぼったくれない、行ったことがない、単純にめんどくさい、などがあるそうですが、タイのタクシードライバーの給料の低さが原因だと言われています。今回ご紹介するのは、なんと、日本のタクシーが大臣を乗車拒否したという話題です。日本在住のタイ人の方が経験したお話をご覧ください。日本のタクシー会社も乗車拒否しますよ。今日、パスポート更新で、目黒のタイ大使館に行くためにタクシーに乗ったんです。しかし、運転手さんは地図を見ながら質問してきました。タイの方ですか？ここから近道を通っていけば10分もかかりませんよ。まっすぐ行って小さな看板のある道に入ればもうそこがタイ大使館です。きっとその方が節約になると思いますが、いかがしましょう。ただタクシーの方が都合がよろしければ喜んで行かせてもらいますが、それで結局私は歩いていくことにしました。すごいですよね。本当にありがとうございます。このタイ人のお話に対して、タイ人から寄せられたコメントをご紹介していきます。素晴らしいね。さすが先進国だよ。お客さんを食い物にしない。日本のタクシー運転手はみんな地図を読めて街中の道路をよく把握している。もし観光客が日本語で説明できなくても行きたい場所の地図を見せればちゃんとそこまで連れて行ってくれる。料金も自動車の清潔さや高いサービスレベルを考えれば決して高くないよ。タイトルを見てタイのタクシー運転手みたいなダメ運転手の話だと思ってたから予想外だったよ。日本の素晴らしいサービス精神は有名だもんね。タイ人とは全然違う。タイだと人気店や人気屋台の店主は傲慢になってお客さんに文句をつけるぐらいだもん。私も日本でお寺に行った時に似たような経験をしたよ。赤信号で止まってたんだけど、行こうとしてたお寺は本当にその信号を渡ってすぐだったの。だから運転手さんはここから歩いた方が時間はお金も無駄にしなくて済むよって下ろしてくれたの。本当に素晴らしい。日本は何たって発展した国だからね。タイが追いつける日はないよ。あと100年ぐらいは大臣がこの領域に達するのは無理だね。読んで感動したら、まずは自分の生活を改善してみればいいじゃない。何事もまず自分から始めなきゃ。確か日本のタクシー運転手は会社に所属していてちゃんと月給が出るんだ。だからマナーも身だしなみもちゃんとしている。タクシーを返すまでに運賃をどれだけ稼げるか気にする必要はない。運用のスタイルがタイとは全然違うんだ。タイは日本から学んで取り入れるべきことがたくさんあるよ。日本人は本当に誠実で仕事にプライドを持ってるよね。サンマーアーチはだね。正しい仕事で生計を立て、仕事上でも倫理を守る。サンマーアーチワはサンスクリット語から来ているタイの仏教用語。道徳に反する職業や仕事はせず、正当な生業を持って人として恥ずかしくない生活を規律正しく営むことです。物だけじゃなくて心も発展した国だね。日本のタクシーは私も素晴らしいと思っています。海外の方々にも伝わっていると思うと嬉しくなりますね。では海外のタクシーと日本のタクシーではどのような違いがあるのかご紹介していきます。海外のタクシーと聞くとどのようなイメージを持つでしょうか。ぼったくりにあったり乱暴な運転をされたりマイナスなイメージを抱く方が多いのではないでしょうか。逆に言うと日本のタクシーは世界的に見たらかなり特殊です。日本のタクシーと比べると海外の多くの国でのタクシーは主に以下のようなマイナスな傾向があります。特に途上国、貧しい国ほどこの傾向が多いです。ぼったくりが多い。これが最悪の特徴でしょう。ぼったくりに遭うと楽しい海外旅行も
非常に不愉快な気分になります。貧しい国ほどこの傾向が多いです。運転が荒い、これはタクシードライバーに限らず一般ドライバーも同じですが、国民性や文化の違いが大きく出ると思います。無理な車線変更、割り込み、クラクション乱用、マナーの悪さはひどいです。最高速度に関しては台が速いです。感覚的には全体的に日本の 1.2 倍速くらいで流れていると思います。クラクションはほとんど鳴らさないです。ベトナムやインドはカオスな感じです。マナーが悪いというよりはルールそのものがない無秩序な感じです。スピードはゆったり流れています。というか出せないという状況です。接客態度、サービスが悪い。日本以上に接客態度がいい。というかお客様は神様的な思想の国はないのではないでしょうか。海外の多くの国はドライバーと客の立場は対等に近いです。そのため日本人からしたら海外のタクシードライバーは接客態度が悪いと感じることが多いかもしれませんが、彼らの国ではその態度が標準である場合が多いです。チップが必要。これは国の文化により様々です。アメリカではチップが必須で、その料金が決まっているそうです。タイではチップの文化がありますが、必須ではありません。たまに要求されることはありますが、無視して大丈夫だそうです。ここからは意見が賛否両論分かれる内容になります。自動ドアではない。日本とその他諸外国のタクシーの決定的な違いです。左側後部座席の自動開閉ドアは日本特有の文化です。海外のタクシーには存在しません。なので、当然ながら海外でタクシーに乗り降りする場合は自分でドアを開閉する必要があります。逆に外国人は日本のタクシーでも自分で扉を開け閉めする人が多いです。日本のタクシーでドアを自分で開け閉めする日本人は海外によく行く人か、よほどせっかちな人のどちらかでしょう。日本の自動ドアを楽で便利と思うか、煩わしいと思うかは人によります。車内に生活感がある。海外では法人タクシーでもまるで自分の車のような内装やカスタムを施した車が多いです。東南アジア、特にタイでは多いようです。国王の写真や仏像などでコーディネートされた車両が多いとのことです。車内で音楽が流れている。海外のタクシーでは何かしらの音楽やラジオが流れていることが多いです。これには賛否あると思いますが、極端に大きな音でなければいいのではないかという意見が多くあります。日本のように会話のないシーンとした車内でお客さんと二人きりは気まずいようです。これも文化の違いですね。ドライバーの行動が自由。多くの海外では実車中に私用の通話や SNS をしながら運転するのが当然の文化になっています。時には食事を始めることもあります。またドライバーがいきなりガソリンスタンドで給油を始めたり、トイレに行ったりすることも多々あります。あとはいきなり途中から他の乗客が乗ってきたりということもあります。白タク、ライドシェアが合法。日本では一部地域のライドシェアを除き白タク行為が法律で禁止されています。海外ではそれが禁止されていない国も多いのです。いわゆる個人的にやっている白タクはともかくとして、 Uber や Grab などのアプリを利用したライドシェアは海外においては法人タクシーよりも使い勝手が良い場合も多いです。もちろんアプリによるライドシェアも一長一短があります。まずメリットとしては料金とルートがアプリで事前に把握できる。ぼったくりがほぼない。接客態度がいい場合が多い。一方でデメリットはアプリでの操作が必要。アプリで呼んでから配車までに数分かかる。既存のタクシー産業に影響を及ぼす。そこまで致命的なデメリットではない気もしますね。動画をご覧の皆さんはアプリによるライドシェアや配車サービスを利用されて不便を感じたことはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。
日本では考えられないような内容もありましたが、その国にとってはごく普通の出来事として日常起こっていることです。海外に旅行に行く際はその点を理解してから行った方が嫌な気持ちにならなくて済みそうですね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。